鶏肉もね、この切り方ちょっとポイントなんでして、切り方がポイント、はい、少しね、はい、薄くそぎ切りしていただきたいんですよね、まあ、そうすることで調理時間も短くなりますし、まあ、味も乗りやすいということになりますね。なので今日はちょっと小田さんにお手伝いしていただきながら一緒にちょっとね、はい、切っていきたいと思います。あ、全部はちょっと切らないですけどね、時間もありますのでね、はいはい、今回使うのが鶏むね肉ですね、うん、はい、そうです。でもまあ今日はね、鶏むね肉使ってますけど、もも肉でもいいですしね、ささみとかでもいいです、はい、ね、薄くこんな風に繊維を断ち切るようにしてですね、そぎ切りしていただくという感じですね、はい、繊維がねこういう風に通ってるので、このように切ってしまうと硬いですから、はい、断ち切るようにね切っていただくということになりますね、はい、繊維に対して垂直に包丁を入れていけばいいですかね。そうですね、はい、失礼します、はい、薄い方がいいですもんね。そうですね、はいはい、均一な薄さでね切っていきましょうね、はい、はい、どうでしょうか。はい、OK です。ありがとうございます。はい、はいはいね、そして、はい、では一旦、うん、はい、では炒めてねいきましょうかね、はい、はい、温めたフライパンに、うん、はい、はい、ではサラダ油大さじ2ですね、はい、ちょっとね油温めていきます。大丈夫ですか。ごめんなさい、放送事故、放送事故、いやいやいや、あんまりそういうこと言っちゃうのね。しまった。じゃあ、はい、ニンニクのみじん切りね入れていきます。はい、はい、で、はい、もうねフライパン温まってるのですぐにもうねニンニクもいい香りがしてくると思います。はい、火加減どのぐらいがいいですか。ですね、まあニンニク焦げない程度に中火、中弱火っていうようなとこですかね。はい、はい、でそうしましたらもうね香りが立ってきてますので、うん、はい、もう鶏肉を入れていきたいと思います。はい、先ほどそぎ切りにした鶏むね肉ですね。はい、ね、ね、はい、薄く切ってますから相当火が通るのも早いんじゃないですか。あ、早いですね。でこれはねすごく早くね作っていく炒め物なので、はい、もうね炒め始めてしまったらもう止まらないっていう風に、最初から勝負なんですね。はい、最初からもう全部ね用意してからスタートしますね。はい、なるほど、うん、はい、こうやって炒めていくわけですね。そうですね。そしてもう鶏肉もですね、もうここで完全に火が通らないうちにも玉ねぎとかね、もう他の材料どんどん入れていきます。はい、はい、もう片面火が通ったぐらいで大丈夫ですか。あ、そうですね、はい、じゃあ玉ねぎ入れていきましょうか。はい、玉ねぎを入れていきましょうね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、ここで玉ねぎね入れていきます。玉ねぎおよそ6分の1個ぐらいでいいですかね。はい、で玉ねぎもね薄さと均一にねやっていきましょうね。はい、鶏肉もそうでしたけど、なぜ均一がいいんですかね。うん、火の通り方がねやっぱ均一になるので、はい、厚かったり薄かったりするともう出来上がりの感じがね変わってきますのでね。はい、でもスピーディーですね。そうですね。で、あんまり長く炒めてると味も濃くなっちゃうし、やっぱりもうパパッと手早くね炒めていく方がいいですね。はい、はい、そうしましたらもう入れていきましょうかね、はい、調味料、ね、続いて調味料ですね。はい、調味料入れていきましょう。ナンプラーですかね。はい、ナンプラーですね。で、小さじ2です。小さじ2ですね。そしてスパチュラが、はい、オイスターソース入れていきます。はい、オイスターソースです。あ、ですね、オイスターソース大さじ1です。はい、ね、はい、続いてこれシーユーカオっていうんですか。はい、シーユーカオですね、はい、白醤油っていう意味ですね、タイ語で。白醤油、はい、ほうほうほう、はい、でもうお水も、グラニュー糖ね、グラニュー糖ですね、はい、続いて、はい、グラニュー糖が小さじ2です。小さじ2入れていきましょう。シーユーカオない場合は、うん、原液醤油でも大丈夫なんですよね。あ、はい、ですね、はい、で甘辛い味付けになりそうですね。はい、はい、でもねこの時点でもう次々いってしまいます。生姜とキクラゲね、はい、続いて醤油とキク、はい、生姜とキクラゲ、はい、生姜と、はい、そしてもうキクラゲですね、はい、どんどん入れていきますね。そしてここにさらに水を入れるんですね。はい、水ですね。で水を入れるタイミングは今ですね、この生姜が少し硬いですから、それを柔らかくしたりキクラゲの方にね味を乗せていくっていうための水分でもあります。あ、なるほど、はい、たくさん調味料も使いますけども、まあ、スピーディーさが大事ということで、はい、そうですね、今回やっぱり卓上にはもう、はい、あらかじめ用意しておいた方がいいですかね。そうですね、はい、で、このところで鶏肉もしっかり火が通ってくるっていうところですね、はい、でも沸いてきましたら、はい、
もうあのパプリカとネギをねもうささっと入れていくような感じになりますね。乾燥キクラゲにもしっかりと水が入ってっていう感じですね。そうですね、もう水戻ししてますのでね。はい、でパプリカですね、はい、そしてここでわけぎ2本分ほど入れていきます。どうでしょう、このあたりの食材はやはり彩りを加えるというところでしょうか。そうですね、彩りですね。で、必ずしもね、わけぎでないといけないというわけでもなくて、あの小松菜とかね、使っていただいてもいいですね。はい。はい、でもし、うん、このあたりの具材は、はい、食感とかってどういうふうに残していったらいいですか。これはもうあのシャキシャキっとするのがね美味しいですので、もうこのあたりでもう止めてもらって出来上がりというふうになりますね、はい、なるほど、はい、今回料理名ガイパッキンって言うんですね。あ、そうなんですよね。でガイが鶏肉で、パッとがあの炒める、そしてキンっていうのがですね生姜になりますね。今日は新生姜使ってますけど、もちろんあのね通常の生姜でも構いません、まあ、その場合は香りがちょっと違いますから強いのでですね、あのまあ好みによってまあ減らしてたり増やしたりね、あのしていただければいいかなと思います。なるほど。そしてこれどういう時に食べられるんですか。これはですね、もうあのタイのお惣菜で、あの家庭料理でもあってフードコートとかね、屋台でも食べられるっていうふうに。そうですね、惣菜屋台ですね、はい、たくさんのお惣菜が並んでるあの屋台なんかで、まあ、自分の好きなものを買って、じゃあもう国民的なお惣菜という感じですね。はい、はい、そうですね、はい、出来上がりました。それでは鶏肉と生姜の炒め物ガイパッキン完成です。